近年、そのはっちゃけぶりが話題になっている演歌界の大御所、山川豊さん。しかし、その裏でプライベートでは熟年離婚をされていたようです。人格者と言われる山川さんですが、一体私生活で何があったのでしょうか。今回は気になる離婚理由について経歴とともにご紹介していきます。山川豊さんは父は漁師、母は海女という漁業一家に生まれました。4人兄弟、姉妹の次男で、兄の鳥羽一郎さんと3歳上の姉と妹がいます。高校を卒業後、職業訓練学校ポリテクセンターを経て自動車の整備士として、地元三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで勤務していた時期がありました。1981年2月のデビューシングル「函館本線」がいきなりロングヒットを記録。同年度1980年12月にデビューしたアイドル歌手近藤真彦さんらと音楽新人賞争いを繰り広げ、1981年末の第23回日本レコード大賞新人賞など数々受賞しました。歌手デビューから5年後の1986年末に第37回 NHK 紅白歌合戦へ念願の初出場を果たしました。それ以降も2005年末の第56回 NHK 紅白歌合戦まで過去11回の紅白出場の経験があります。なお、山川豊という芸名はもともと橋幸夫さんの敏腕マネージャーとして知られた人物の名前で、その名前を受け継いだものです。そのマネージャーは元祖御三家時代の橋さんを支えた人物で、業界の名物男として名を馳せ数知れない伝説を作った方でした。そのマネージャー山川さんが飲みに行った先で足を滑らせ階段から転落して頭を打って亡くなってしまい、彼と一緒に仕事をしてきた業界の重鎮の方たちが、新人をやるにあたってはぜひ彼の名前をつけて残してあげたいとして、当時20代だった木村晴治さんに申し入れ、木村さんが山川豊の芸名でデビューすることになったそうです。そんな山川豊さんですが、2022年8月に約30年の結婚生活に終止符を打ったことが分かりました。いわゆる熟年離婚です。1990年代に一般女性と結婚し、一男一女に恵まれた山川豊さん。都内の一等地に豪邸も構え、私生活は順風満帆のように見えました。しかし芸能関係者によると、2020年末でデビュー当時から所属していた大手のながらプロダクションを退所。デビュー40周年を節目に独立されたのですが、その後多忙な生活の中ですれ違いが生じてしまい、この夏に離婚となってしまったようです。都内の高級住宅地に立つ豪邸は奥様に財産分与し、山川さん本人は現在ワンルームマンションで生活しているようです、とのことです。山川豊さんは演歌歌手の鳥羽一郎さんの弟で、1981年にデビューシングル「函館本線」がいきなりヒットしました。同年、近藤真彦さん、沖田博之さんらアイドル歌手もデビューしており、日本レコード大賞をはじめとする年末の音楽賞新人賞を争いました。中でも日本武道館で開催された日本歌謡大賞では優秀放送音楽新人賞を受賞し、当時まだデビューしていない兄の鳥羽さんが警備員を振り切り、ステージに上がって兄弟で抱き合うというこのハプニングはお茶の間でセンセーションを巻き起こしました。以来NHK 紅白歌合戦には11回出場。氷川きよしさん、水森かおりさんらも所属するながらプロの長男として長らく活躍してきました。そして最後の一踏ん張りで次のステップに進もうと、コロナを機に事務所から独立。独立後の多忙な日々の中、妻との間ですれ違いが続き、8月離婚されたようです。独立後も古巣への恩は忘れず、後輩たちの良き兄貴分でした。特に氷川さんにとってはメンターのような存在で、仕事で悩んだ時はよく相談に乗っていたそうです。山川豊さん自身は近年ヒット曲に恵まれていませんが、仕事の幅を広げ
精力的に活動を続けていました。今年は映画「守り」や「願い」で27年ぶりの映画出演を果たしています。9月には名古屋でワンマンライブを開催。地元の男性アイドルグループボーイズ&メンのメンバーと共演するなど、これまで以上に多彩な活動を行っています。その集大成が2023年に市政80周年を迎えた愛知県豊川市の PR 活動です。豊川市より豊かな山、豊かな川、豊かな豊川をイメージしたく、ぜひ豊川豊かに改名してほしいとダジャレを交えたオファーを受けると、山川豊さんはデビュー41年目自分もこの辺でアピールしていかないと、やる以上は生半可な気持ちではやりたくなかった、豊川市の PR が全国に広がることを期待していますと快諾。10月から市の公式 YouTube チャンネルで公開されている PR 動画では、豊川市が出荷量日本一を誇る名産バラをイメージしたピンクのリーゼントカツラをかぶり、ゴールドのジャケットを羽織った派手な衣装で登場。もともとはセーラー服の衣装を着て森まさこさんの先生をカバーしたりとノリの良い人です。独立して身軽になったのも理由の一つかもしれませんね。仕事は順調のようですが、その裏でひっそりと熟年離婚していたとは少し心配ですね。独立後は長男がマネージャーを務めているといいます。離婚の理由について業界関係者は、離婚理由は不倫でも金銭問題でもありません、夫婦で今後について話し合った末の円満離婚でした、今でも家族仲は良好だと聞いています。豪邸を奥さんに譲ったのも山川さんの決断です。山川さんはもともと東芝 EMI の契約社員としてキャリアをスタートさせ、歌手デビューを勝ち取りました。売れない頃にはプロボクサーのライセンスを取得したり、努力の人です。お金より大切なものがあるというスタンスで財産分与も惜しまない大物演歌歌手でありながら、傲慢さのない人格者で、彼を応援する業界人は多いですと話します。また離婚と財産分与について山川豊さんの所属事務所に聞いたところ、山川豊と元配偶者は今年8月までにご質問をいただきました財産分与も含めて円満に離婚しました。現在もお互い行き来があり、双方を認め合うという関係を続けていますと回答しています。この報道を受けてインターネット上では以下のようなコメントが寄せられました。また20代と結婚したりするのかな、そこまでしてでも離婚したかったんだね、ちょっと羨ましい熟年離婚の仕方だな、熟年離婚本当多いよね、年を取ると女の人は一人の方が気が楽なんだろうね、豪邸の管理なんて面倒なんだからワンルームでお金持っていた方がいい、いかがでしたでしょうか。独立そして離婚を経て環境を新たにスタートさせた山川豊さん、今後再ブレイクする日も近いかもしれません。その器の大きい人柄と大御所とは思えないノリの良さで、これからもお茶の間を楽しませてほしいですね。今後のご活躍も楽しみにしています。